横川ダムは福島県南相馬市原町区場場にある二級河川大田川水系大田川に建設されたダムである。原町区西部の阿武熊高地山中にある高さ78.5メートルの重力式コンクリートダムである。福島県によって事業化が行われ、その後当時の原町市、後の市町村合併により現在では南相馬市が管理を行っている。 クレスト部には赤いラジアルゲートが2門設置されている。大高は水系流域の旧原町市南部では年間1000万立方メートルと推定される地下水の過剰組み上げにより、1960年頃から地下水位の低下に伴う地盤沈下が約2500ヘクタールの地域で見られるようになった。特に国鉄上磐線岩木大田駅周辺の大亀地区や、 メメザー地区では顕著であり、1969年度頃から家屋の損壊や水路の通水不能、道路の破壊が見られるようになった。累計沈下量は約2メートルに達し、1974年には年間2200万立方メートルと用水量が2倍以上となり、原因は水道作付け面積の拡大と工業用水の需要拡大と考えられたため、 地下水に変わる水源を新たに売る必要があった。このことから1976年度より、福島県による県営地盤沈下対策事業により当たりダムの建設が着手され、1984年に竣工した。工業用水は県営原町工業用水道により、1日あたり3万4000立方メートルの工業用水が市内の地下水。 利用企業と原町火力発電所に農業用水は最大毎秒2.028立方メートルが市内南部の地盤沈下激甚区域に供給されるようになった。1974年12月には原町市公害対策条例の一部が改正され市街地を中心とした約93平方キロメートルの地域が地下水採取規制区域に指定された。 福島県もそれに続き、工業用水法の指定地域内で、用水設備を設置する場合には、許可を受けなければならないように定めた。ダム建設による水源転換以降、観測用意度の地下水位が急激に上昇し、地盤沈下現象も沈静化している。2019年10月12日、令和元年東日本台風の接近に伴い、緊急放流が行われた。 ありがとうございます。